オーディンはデンマーク海軍の装甲艦。本艦はデンマーク海軍が自国の沿岸警備のために作り上げた装甲艦である。艦名は北欧神話のオーディンにちなむ。本艦の武装配置を示した図。本艦の基本構造は2本のマストと1本煙突を持つ装甲艦としてデンマークはコッペンハーゲン海軍造船所で建造された。 艦首水面下に水平に突き立った昇格を持つ。水線部に最大圧2 0 3ト、mm、ルの鉄製装甲が貼られた。船体中央部の上部構造物内にボックスシタデルが配置された。ボックスシタデルとは弾薬庫や機関を守るために箱状にに装甲を配置する当時の防御様式で本艦は2 5 4ト、mm、ルもの厚さを持つ装甲をリベットで組み立てられていた。 その内部には2 5 4トル5装式、炭層砲を片元に傷つ計4機を配置していた。ボックスシタデルは髪型から見て四角形をしており、4隅に前後左右計16つの砲門が開けられ、床面のレールで2 5 4トル砲の砲賀を移動させることにより前後左右に最大2門を向けることができた。竣工後に近接戦闘用に、 上部構造物上に8 7トル、単装砲4機が追加された。この武装配置により、前後方向に最大2 5 4トル砲2門、左右方向に最大2 5 4トル砲2門が試行できた。ありがとうございます。